ベルンハルト・ハインリヒ・カール・マルティン・フォンビューロー公爵は、ドイツ帝国の外交官、政治家。1900年から1909年まで、ドイツ皇帝ビルヘルム・2世の下、ドイツ帝国最相を務めた。ホルシュタイン、クラインフロットベックに生まれる。王子のハインリヒ・フォンビューローは、プロイセン王国の外交官で、1827年から1840年まで、 中英講師を務めた人物であり、夫人は、ビルヘルム・フォン・フンボルトの娘である。ビューローの父ベルンハルト・エルンスト・フォン・ビューローもデンマーク、及び、ドイツ諸国の宮廷に仕え、プロイセン外相などを務めた、政治家であった。また、弟に軍人となり、少々まで累進したカール・ウルリヒ・フォン・ビューローがいる。カール・ウルリヒは一九1四年の第一次、世界大戦では、 騎兵を指揮して、リエージュの戦いに参加した。不仏戦争後に関会に入り、外務省に入省する。1876年、駐在フランス大使館勤務となり、パリに赴任する。1878年のベルリン会議では、書記官として参加する。1880年、二等書記官に昇進する。1884年、ロシア大使館一等書記官として、 サンクトペテルブルクに赴任し、代理公使待遇となった。なお、1887年に将来的にドイツ人と武力対立を引き起こすことを懸念して、ドイツ帝国領内からのポーランド人追放を提唱している。1888年ハンガリー王国公使、1893年イタリア王国公使を経て、1897年に、 アドルフ・フォン・ビーベルシュタインの引退を受けて、ホーエンド・エシリングス・フィルスト内閣の外相に就任する。外相としてのビューローは、とりわけ皇帝ビルヘルムに世の意思を組み、いわゆる世界政策としての植民地拡大政策で大きな役割を果たした。1899年カロリン諸島の領有に成功した際は、その功績により伯爵に助せられた。 1900年10月16日、ホーエンドへシリングスフィルスト公爵の引退に伴い、公認の帝国最小に任命される。最小としての最初の業績は、外交の大当たる堂々とした駆け引きで帝国議会を抑えつつ、清への帝国主義的侵略を推進したことである。ビューローはしばしば帝国議会で政府の外交政策を擁護することに、時間を費やした。これは、 ビルヘルム二世の多くの失敗を隠すためでもあった。1905年6月6日、ビルヘルム皇太子の成婚を記念して公爵に、昇爵した。1906年4月5日、帝国議会に出席中、過労とインフルエンザのため倒れる。1ヶ月後、公務に復帰するが、この語呂同性愛の疑いをかけられるなど、スキャンダルに見舞われる。 この事件はさほど政権にとって打撃にならなかったが、1908年10月28日、ビルヘルム2世はイギリスの新聞、デイリー・テレグラフのインタビューでドイツの内政と外交について語ったが、その侵略政策的な内容によって内外から激しく批判された。ビューローは責任を取って辞任を表明するが、その実、内外の批判を利用して、 皇帝の行政権を制限することに成功した。ビューロは世界政策と海軍拡張政策はそのまま推進したため、財源を確保するため議会に新税導入を盛り込んだ予算案を提案したが、議会によって否決される。1909年7月14日辞任が承認され、後任にはテオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークが就任した。 1914年イタリア大使となる。しかし、イタリアとの同盟あるいは中立化に失敗した。ビューローは自分の任務を不可能なことであると思っていた嫌いがある。帝国議会の多くの議員たちは、ベートマン・ホルベーク最小の解任とビューローの再登板を望んでいたが、ビューローはこれを誇示している。1929年10月28日死去。80歳。 ありがとうございます。